ニューファンドランドは、イギリス海軍の軽巡二艦、官、セイロン級の一隻、スワンハンター社で建造され、1939年11月9日に、寄港。1941年12月19日に浸水し、1943年1月21日に、巡航した。1943年6月のパンテレリーや、島攻撃に参加し、 パンテレリア島を砲撃した。パンテレリア島の降伏後は、ランペルーザ島に対する攻撃にも参加した。7月、シチリア島侵攻作戦に参加したが、7月23日に、イタリアのアリア旧潜水艦、アシアンギもしくは、ドイツの潜水艦 U407 の雷撃で損傷した。マルタでの応急修理後に、アメリカ合衆国へ向かい、ボストン海軍交渉で修理を受けた。 1944年4月の修理完了後は、イギリスで11月まで改装を受けた。1945年5月、ニューファンドランドは、ニューギニアのエワクに対する砲撃を行った。6月、トラック攻撃に参加し、艦砲射撃を行った。続いて、日本本土に対する攻撃に参加した。8月9日には、釜石に対する砲撃に参加している。 1946年10月29日、ニューファンドランドは、マラッカ海峡で日本の従巡洋艦高尾の海没処分を行った。高尾の機械室への注水及び艦艇に仕掛けられた爆雷の起爆後、ニューファンドランドが砲撃を行い9発中6発が命中したという。戦後は訓練艦として使用されたが、1952年に東インド、 極東方面に配備された。第二次中東戦争で1956年11月1日、スエズ湾でエジプト艦ディムヤートをデアリング級駆逐艦ダイアナと共同で撃沈した。アルミランテグラウからカピタンキニオネスに改名後のニューファンドランド。ニューファンドランドは1959年にペルーへ売却され、ペルー海軍にてアルミランテグラウと改名され、 1973年にカピタン・キニオニスと再開明後の1979年に退役後日本で解体された。ありがとうございます。